サウチャディ、今回はですね、これラップをね、作っていこうと思います。このラップはオーストラリアでランチとかよく食べられている、ブリトーとかに近いのかな。いやでもちょっともっとライトな感じですね。今回ちょっとお肉はないんですけど、このメキシカンビーンズを、これだとほぼトルティーヤとかでもメキシカンになっちゃうんですけど、ちょっとね、いろいろ使ってね、やっていこうと思います。こういう、レタスとかみたいに、コーンとか、生物をね、入れて入れるんですけど、今回はあえて、ベイクしていこうかなと思います。ちょっとね、炒めていくんで、ちょっと時間かかるんで、ちょっとスキップしながら、様子見ていこうかなと思います。本当はね、こにゃんしないんですけど、ちょっとね、炒めて、あとちょっと、少し炒め終わったら、豆をちょっと、加えてね、味付けしておこうかなと思います。これだけハバネロ加えていきます。これめっちゃ辛いんでね、ちょっとね、ちょびっとだけ加えていきます。ということでね、このメキシカンをね、メキシカンのこの元っていうか、豆とかね、加えていきます。これをね、こんなもんかな。これすでにチリが入ってたんで、入ったけど、いいですね。これをちょっと、あとはもう弱火にして、止めちゃって、それで、混ぜてって感じです。みたいな、ちょっと味がちょっとあんまないんですよ。塩とか、ちょっと、いろいろ、マヨみたいな。僕はこういう感じで。スパイス入れたいとか、ちょっと大まかな感じでダバダバーっとして、なんか割とね、ここに大まかな感じでざっと混ぜても割と美味しい感じの味わいになるんですよね。そうですね、パーマーシュこんな感じで単純にちょっとね、具をね、ここに入れていきます。で、ちょっと、個人的になんですけど、あんまり入れすぎると、うまくまとまらなくなっちゃうんで、ほどほどですね、ほどほど。ほどほどに入れたら、ストックするのをおすすめします。で、これをね、こういう感じでまとめて。本来は、ラップってこのままここに食べるんですけど、今回はね、ちょっと、このプレートを使って、ちょっとベイクしていこうと思います。こういう感じで入れて、ドンって入れて、こういう感じですね。で、これでプレスしていきます。ガチャン。あ、大丈夫か？で、これで、ちょっと、何分か。1分ぐらいですかね。でも、以前行ってた、ロンゲビキっていうお店だと、これがね、結構2分、3分ぐらいあったんですよ。だからちょっと今回、もう焦げ目つくぐらいまで、ちょっと、ベイクしておこうかなと思います。ということでね、今日ベーコンありました。こんな感じです。ちょっと熱いんで、ちょっとこういう感じで。ちょっと熱いな、これ。ちょっとね、これ取り出してみます。一応完成しました。こんな感じです。ちょっとお焼きっぽいっていうかね、あれなんですけど。ということで、早速食べてみます。今日表面結構パリパリに、焼いたんで、食べやすいかなと思います。結構思ったより開けてたらいただきます。美味しいですね。今回もちょっとタコス風にしたけど、美味しい。いいですね。ちょっと食べやすいね感じでペタンコにしたんでいいかなと思います。これは競技のラップじゃなくて、どっちかって本当トルティーヤ風のラップですよね。もろだって豆がメキシカンだし。でもこういう感じでね、必要あるんで、皆さんもね、試していただいてもらえるでしょうか。ちょっと熱いんで、ちょっとすぐ食べれないけど。ということで以上になります。ご視聴ありがとうございました。